そう、わかりわかりました、うわ見てるしもう、ね、いい意味で、いい意味で、普段お世話になっております。ありがとうございます。高浜、あの高浜、高浜市わかりますか皆さん。わかんない、わかんない、わかります、わかりますか、わかりますか、ありがとうございます。ところから来ました、広重と申します。普段は普通に、サラリーマンでやってるんですけど、休日はこういった形でいろんなところで歌っておりますんで、まあ皆さん、ね、7組とたくさん出ますんで、僕以外の方も、上手い人もたくさんいると思いますんで、皆さん音楽を楽しんでいってください。よろしくお願いします。ではね、魅力ということでいきたいと思います。
でした。ありがとうございます。トップバッター1曲目って一番緊張するんですよね。ありがとうございます。ね、こんな感じでね、まだ進化中なんで、またこれね、あのカウベルというので、あの島村楽器さんで売ってますんで、あの気になった方がありましたらありますんで、ね、ちょっとね、こんなグダグダな演奏なかもしれないですけどね、僕は結構あの、まあ、聞いて分かるとあの綺麗な声ではないんで、あのワイワイみんなで楽しんであのやるスタイルの方あの進めて、地味にね有名になるようなものでえと三河地方行ったら、あ広重って言ったらおるなというふうに、流し入れたらいいなというふうに普段頑張っております。でですね、まあ予告簡単にすると、あの近いところだと安城七夕祭り、ありますね、あの日本最大 三大七夕祭りっていうのねあります。あのそっちの方でもあの出ますんで、広重とあとメガネーズというふうでゆずのユニットを組んでまして、そっちの方でも出ますんで、よかったら聞いてやってください。であとまあチラシの方もありますんで、ぜひ持ち帰っていってください。では最後の曲になります。短いね2曲って本当に。途中でね、もうね夏なんで、バッショイというね、かっこいい声かけるところがあるんで、勢いで振り切っていきたいと思います。ありがとうございました。石ころです。よろしくお願いします。
悪くなった心で人と出会えるように、やがて大きな海まで行けるように、流されながらも行こう、うまくいかぬ今でも転がり丸くなって行こう、僕だけの石ころになって、ゴラスいくぞ、せーの、ボッシュー、この後も楽しんでいってください。ヒロシンでした。ありがとうございました。